お疲れ様です。なんでお前がおんだて。はい、なんでお前がおんだて。そうですね、ちょっといろいろあるんですよ。何だこれ。あれじゃないですか、男と女だったら一つしかないじゃないですか。あ、そうっすね。こことここ。泣いてもいい、泣いてもいいからお前。すごいよ、殺してもいいからお前。殺してもいい。大谷ちゃんとお前はないでしょ、はい、あ、リリーちゃん、大谷ちゃん、どっちでもいいです。大谷ちゃんとないでしょ、はい。いや、大谷ちゃんとはないんですけど、リリーちゃんとあるんですよ。動画上、動画上、はい、動画上、動画上、そうですね、YouTube では。でも、俺の人がついてくれ。久々に会うとこだったら、それはちょっと偉いわ。そうっすね。どう、ミドル店営業は。あー、でもなんか、みんなすごい面白くて、楽しいですね。うんうん、あ、本当。結構頑張っていうもんね、その地区では。店長ね、あの、ボス、元ボス。あー、まあ、そう言ってもらえてれるのは嬉しい。でれれれんでれんでれんでこの3人久々だね。なんか楽だわ、お前喋れる2人がおるもんね。動画鳴りしてるけど、もう最近喋れないしかいねえじゃん。やっぱ、ミッチすごいですね。やっぱね、楽楽。何振ってもいい。何を取ろうっていうの。あれですよ、ちょっと相談したくて。相談ですか。そうだ、はい、いやなんか寺道さん、あの彼女おるじゃないですか、はい、え、今も続いてるんですか。今も続いてますよ。続いてますよね、はい、え、で住んでるじゃないですか一緒に。うん、そっち系、そっち系の話。怖いんですけど。お前もまた恥ずかしがってるんですけど。何お前マジで気持ち悪いかもしれない。アップデートしてきたな。どうしました。最近 YouTube 出してもらえもんね、お前。あれは入ってくるだけ。ちょっと、いろいろちょっと小細工。ちょっと小細工挟んでみようよ。ちょっと練習しとったろ、いろいろ家で。練習しとったろ、スマートフォン見ながら。やるはい、ね、いや、まあなんか過去に突撃とかもしたと思うんですけど、うん、あったっすね、はい、まあなんか、寺田さん家に、はい、あ、はい、あ、俺も行ったけど、本当に行ったもんね、はい、あ、そうですね、みどりちゃんと、うん、あ、懐かしいな、懐かしいですね、うんうん、まあ一応別れてないんだ、別れてないですよ。なんで、え、もう普通にいい感じっていうか、仲はいい感じなんですか。もうモーニング娘って感じですね。モーニング娘ちょ、いい感じ、ちょ、いい感じ、よかったです。やめないや、生きてくれ。恥ずかしそうにやめない。やっぱり、ちょっと久しぶりに YouTube 出るじゃないですか。もう綺麗ですよ。大げさに、3倍ぐらい大げさにしてやってるんだよ、YouTube。ほんで、何のそうなの。え、結婚とかって考えてられるんですか、その彼女と。結婚する、はい。まあ、結婚は考えてます。考えてるっていうか、まあ、それ別に話は出してないですけど。あ、まあ、でも、まあ、この先、まあ。ちょっと仕事とかいろいろ落ち着いたりタイミングがあればみたいな感じですか。そうですね。あれ、バッチ朝のあんの。いや、私がですか。いや、あれですよ。そういう相談です。なんでなんで。いや、でももしその、まあ、ちょっと結婚とか考えてるんだったら、うん、なんか決めてっていうか、うん、なんでそう思えるのかなみたいな、うん、ちょっと寺道さんの意見っていうか、はい、うん、聞いてみたいなと思って。結局ですか。いや、まあ、いろんな人にもう聞き、はい、なんかいろんな人の意見ちょっと聞いてみたいなって。え、もしかして俺のこと狙ってる。いや、全然。いや、でもね、1から10で言ったら、あ、そのか考えてる俺のこと。あ、ゼロが考えてない、1が考えてない、ゼロです。俺1からで言ったけどね。1から10言ったらゼロだよね。ゼロはマイナスですからね。マイナスやんけ。お前、相変わらずだな。すいません、力っていうのは聞いてたっけ。いや、その、はい、まあ、私の周りにも、まあ、結婚する人ちらほら、ぶっちゃけね、現れてくるんですよ。この前も私、結婚式友達の行って、うん、あ、なんか乗ってたっすね、インスタに。あ、そうですね、あの、うん、料理の乗ってたっすね。はい、あれ、結婚式行ってて、うん、あ、友達の。あ、友達のですよ、同い年の友達の。まあ、なんか、周りの人のそういう状況っていうかなんか、はい、なんで結婚考えれるのかなって考えられるというか、興味なかったら別に聞きたくなくないっす、うんうん、僕からしたら。僕だって興味ないことは別に聞きたくないっすもん。まさか、はい、いや嘘、狙われちゃってる。いや、そう、違うっす。付き合ってもない人とは考えてるんですよ。確かに、まさかこっちにやったら営業になったもんね。こっちのことも考えてるんですよ。そう、考えてる。やっぱこれでしょ。ね、もう、はい、年とかも取ってきて、はい、結婚のこととか考えたりするの。まあ、その私自身が今その結婚願望強いとか、うん、今すぐ結婚したいとかそんなことはないけど、うん、まあ、なんかいろんな人の
何結婚観、うん、みたいなのを聞いてみたいな。へぇー、俺の結婚観全然聞いてもんね。普通に聞いてもんね。ちなみに社長の結婚観は、俺結婚観もあるからね。あ、そうなんだ。ないと思ってるでしょ。いや、ないと思ってない。今日見ない。1から10までゼロだからね。いや、逆にその興味すらないっすよ。触れてよろしい話題だったんですか。ああ、そうかそうか、はい、まあ、でも最近はチラチラ言ってるな。あ、そうなの。バツイチとは。ああ、結婚も全然ある。ただやっぱなんかそういう関係になるとダメになるのかな。恋愛系の関係。そう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 、まあ、恋愛の1個手前ぐらい。仲良し系。仲良しでもダメになるんですか。いや、なんか結構、うん、なんか結構わがままなのかな。あ、社長がわがままってことですか。もうわがままでしょ、仕事したいし。ああ、そういうことですか。冷めてくるっていうか、はい、じゃない、いいとこしとるうちに、なんか仕事みたいかな、業内業みたいな、返さなきゃみたいな感じですか。そうそうそう、あんな、うん、ビビなもんで、はい、毎日そういうことやりだしちゃうもんで、はい、そうじゃなかった、疲れてもいやー、こんな話に。恥ずかしい、なんか給料お前がないかさ、微妙な感じ、なんかしかも、お前微妙な顔しとって、こっち全然興味ねえ顔しとるの。こう見たら分かった、その、コーヒー調理の話あるんだろうみたいな。いやいやいや、結構面白かったんですよ、もっと見たいと思いました。いや、俺はもう本当に、案外やっぱ、はい、仕事好きっていうよりは、なんか俺は自分で今思ってるのは、仕事をなんか、焦ってるんだろう。焦ってるんですか。なんか一生懸命やってたら安心するっていうか。あ、だからなんか誰かと一緒に乗るとか、はい、1回2回はいいんだよ、そういうね、ああいうね、やらしいこととか、そういうの1回2回はいいと思うけど、はいはい、なんかその先がだんだん、やっぱ女の子ってさ、拘束しない相手を。いやー、レッドゾーン全開で走ってくるんじゃない。そういう人もいますね。うん、全然そういうのないんだよ。あ、私がですか。うんうん、私、自分が縛られたくないから、うん、相手も縛らないですね。全くですか。私全く縛らないです、本当に。あ、それはどこまでです。例えば、女の友達と遊ぶとか、はい、あ、逆に男友達と遊ぶとか。あ、なんか、うーん、どうだろう、なんか私に言えることだったら、はい、別に女の子と遊びに行くとか、うん、女子のおるグループで遊びに行くとか、はい、私に言えることだったら、はい、まあいいんじゃないって。あ、そう。じゃあ究極な質問していいですか。はい、じゃあキャバクラ行きます、どうします。キャバクラは別にいいと思います。じゃあヘルス行きます、どうします。ヘルスとかそういうギャラクシーお店、お金を払ってるんだったら、うん、逆に、いや、私そんな見た目も話術もないし技術もないから、うん、技術とか言っちゃったけど、うん、ないから、うん、おい、あっち大谷ちゃんがアダルトな会話してる。アダルトな会話してる。なんか、あっちの技術ですね。そう、だから、あれじゃないですか、もう勝てないですよ、プロには。いや、逆だよ、別に男ってそこないんだ、あんまり。それでネタでこうやって言うけど、はい、テクとかってじゃあめちゃくちゃ上手い技じゃなくて、はい、なんかある程度気持ちが入ってるから気持ちいいとか、はい、そっちじゃない。あ、まあ、考えてくれてるみたいな。そうそうそう、ね、だから俺もあんまり風俗ないの、マジでぶっちゃけね、はい、なんかもうネタでわーって言うけど、はい、でそれってなんかそういうのじゃない、男って、うん、逆になんかじゃあ、うん、出会うまいやつとかじゃなくて、はい、ちょっと恥ずかしがっとんのが可愛いとか、あ、でそっちいきなりなんか出会うまくて興奮するってね。そうそう、なんかアメリカみたいな感じでいきなりさ、なんかヒゲハイスイエーイエーイエーイ、お前そのただのフィリピン側や。一緒です、フィリピンじゃない、一緒ですよ、半分フィリピンじゃない、フィリピン側や。そういうのに興奮する人が、はい、テクニックってさ、女の人ってよく言うじゃん、そうやって、はい、テクニックがどうとかって聞いてくるけど、はい、逆に恥ずかしがってくれる方が興奮するとか、はい、女だったらどうするじゃん、男にテクとか、はい、流れがあそこに質問だったからね。いや究極な質問じゃないですか、結局なんですよ。まあそういう質問するのがいい人とかいるの、できたと。いや別にいないですよ、いないけど、うん、結構結婚ブームだしね、会社もね。動画に出てない子たち、女性が2人なら、まあ、1人は出たことあるけど、そう、もうすぐ結婚、席で。なんつうの、ああ、もう1人は席で、はい、うん。出たこともないこともないよねっていう感じなんだよね。うわ、結婚ブームですね。願望はある、願望はない、別にあんまり今は。いや、なんか結婚がしたいっていうよりは、結婚したいと思える人と出会える、うん、死ぬまでに出会いたいなと思います。ああ、そういうこと、付き合っても結婚したいと思わないんだ。いや、うん、どうだろう。いや、まあ分かんないですけど、まあ付き合わないと結婚したいかしたくないかも分かんないですけど、うん、会社は
ちゃけ。いないんですよ。ほんと。ほんとに。ね、LINE、ね、交換ぐらいの人は。LINE 交換ぐらいの人、あ、その、今やり取りしちゃって。ああ、すいません。LINE とかしとったりとか連絡取ってる子ですね。ほんと、ないですよ。あ、ほんとです。ほんとに。そういうのないの、友達がちょっと紹介したいとか、なんかご飯食べに行かないとか。あんまそういうのもあんましないの。いや、まあ、去年ぐらいまではありましたけど、うんうん、でも最近はないですね。まあ、コロナもあるっていうか、まあでもそうですね、コロナも、うん、まあでもコロナも言い訳かなとはちょっと思ってます。なんでだんだん何武将になってくる、女性が武将になってくる。武将ってどういうことですか。面倒くさがりっていうか、やっぱ仕事とか仕事結構なってくるじゃん、もう面倒くせえな。なんかそうですね、面倒くさいはちょっとあります、うん、そうだよね。まあ、しかもそういう話も入ってこないで、最近、はい、友達とかがご飯食べに行こうよ、友達誘われてるのかしらね。女友達が基本ですね。あ、女友達だけで、女友達だけで、去年とかは割とちょくちょくありましたけど。あったの。どんな、それ2人で、2人です。めっちゃ気になるんですよ。あ、行ったりするあったの。LINE なんで気になるでしょ。気になる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 。1対1、その付き合ったことないけど、男性と1対1。え、でも去年1対1あったかな。いやでも1対1はまあ、ある時はありましたけど、別に、はい、俺それさ、44とかがあるんだけど、はい、1対1でも行く時はすでに好きなのか知りたいみたいな。俺それちょっと聞きたい。いや、まあ状況に、はあ、はあ、聞きたい。聞きたい。俺だってもう1対1だもん。まあまあちょっとだよ、ワンツーいけんちゃうみたいな。あ、もうちょっと狙ってるよ、はいはい、だってだったらもうこっちが2人で、まあ、2、3人飲んで、まあ、1人来いよとかは、はい、まあ、友達って感じやん、はい、でも1対1で行こうぜってことはなんか分からないけど、俺は40、まあ年が年が年齢がちょっと違うかもしれないけど、はい、俺の中ではもう1対1でなんかどっちから誘って、はい、まあ、OK ってことは、まあ、お互いそれなりに意識はしてるでしょみたいな感じだと思うんだけど。そうっすよね、うん、1対1だったら僕ワンチャン絶対いけると思うんですもんね。だからそうだよ、まあ、ほどほど破れてますけど今まで全部ってことは、ね、1対1で行くってことはそれなりにちょっと興味があると。なんかまあ正直状況っていうか、うんうん、その関係性とかにもよっちゃうと思うし、どういうノリで行くことになったかっていうのにもよると思うんですけど、まあ、少なくとも嫌なやつとか興味ないやつとは一緒に行かないし、うん、それなりに知りたいと思ってると思います。あ、そういうことね。その本当に嫌いではマジじゃないと思う。まあ、そうだよね。私嫌いなやつに誘われても多分なんか言って行かないと思います。断るよね、本当に行かないと思います私は。じゃあなんでミッチは女の子って断るじゃん。わかんないっすね。食事の雰囲気が良くない人で一緒。いや、まあ食事は、いや、まあわからない。いや、結構俺もあるんだわ、はい、1対1に行って、なんか行ったでしょ思ってたら、ですよね。あれみたいな。そう、すごいっすね。時間の無駄みたいな。そこであんまりちょっと違うなと思ったのかもしれないですね。ああ、そういうことですか。はい、まあ、ご存知こんな感じですか。はい、結局、寺道さんの結婚会も聞けんかったです。いや、でも僕の結婚まあ、まだでも、まあ、結婚は決めとるっていうか、うん、決めてっていうのがでもないですよね。まあ、結婚しようかみたいな感じじゃなんけど、うん、最初出てるな。はい、違って出てる僕からっす。嘘つくなよ、お前。嘘つくなよ、お前。ちょっとそれネタで動いたいね。はい、ネタで久々にやっぱこうやってね、慣れてるやつでやると楽しいね、YouTube。そうですね。ニコニコしてますね。ニコニコしてます。トトって全然違う。全然違う。トトって全然違う。お前と二人だったけど、少し見たって。そんな感じです。はい。あ、いいですか、閉めていいですか。いや、全然大丈夫です。閉めていただいてもよろしいですか。いいですか。あ、はい。はい。なんか、結局、寺道さんの結婚感は聞けなかったけど、うんうん、まあ、なんか楽しかったんで、よしとしましたが。はい。あれだ、お題のチャンネルは。あ、はい。撮ってます。ちょっと、今、自分でやってるんで、ちょっとまたあげますね。ごめんなさい。うん、YouTube。自分のチャンネルでお題、もう結構、まあ、ほぼほぼいいじゃない。もうすぐ1万人いきます。そうだよね、はい、プライベートとか結構やって、そうですね、もう結構面白いよ。で、わーってやりだすと結構投稿するんだから、ぜひ登録しとくと、逆にね、投稿頻度が少ないだけに、登録しとくと通知とか来るからね。あ、そうですね、通知オンにして、うん。たまにライブとかもやってますもんね。あ、たまに通知で、この前来てくれました。あ、マジ、はい、あ、俺登録してるけど通知が来ないのか。あ、そうなんです。通知オフにしとると来るんですね。そういうことだ。オンにしとると来るなら、ぜひ通知してください。はい、そうですね。ゆきや道場もね、またライブ考えてます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。また見てね。